こんにちは、P です。ホライゾン・フォビドゥン・ウェスト。バージョン 1.16 です。バージョン、前回のね、バージョンが 1.15 なんですけど、バージョン 1.15 っていうのは、プレイステーション5が 1.15 みたいです。で、1.14 はプレイステーション4みたいです。はい、で今回は、武器、新武器ですね、のご紹介をしたいと思います。私のね、この大好きなミルダフのそば、美味しそうな匂いがするのと、この人の良さそうなミルダフを見てるのが、結構ね、好きです。はい。では行ってみたいと思います。で、武器は、もう普通に、店に、どれだったかな、クエストの、こう、ブリッスルバッグですね。これを、途中まで進めると、店が開放、商店が開放になりましたって出ると思うんですよ。で、そのタイミングで、商店がね、商人か、が使えるようになるから、この人。どこの街でももうあります。追加になってます。はい、でね、私、武器。前の動画にちょっと載せてると思うんだけど、このガントレット遺跡9個、回って集めました。その後に、これだね、カージャの破滅。これを、馬のレース。ちょっと泣きべそかきながら、やっと勝てて、4つ、4箇所勝てて、やっと手に入れました。あんまり使ってないです。はい。もうもちろんね、全部レベルが上がってません。一応でもレジェンダリーは全部バージョン 1.15 前のは、武器9個、防具6個、全部取りました。それに対しての比較もしてみたいと思います。はい。まあ、普通にね、街中の普通の商店。あ、ちょっとこれ、お話になっちゃったね。はい。見てください。これ、普通に店売りです。まあ、店売りで言ってもね、投資の証が必要なんですね。これ、投資の証は、クエスト、メインクエスト、サイドクエストで2個もらえます。クリアすると。で、サブクエストは1個です。それをクリアすることによって、この8個。2、3、4、5、6、7、8のレジェンダリー武器と交換できます。1個ね、10個必要です。でね、比較してみますね。これ何装備してるかな？あ、今ちょうどカーチャー装備してますね。戦う弓？戦弓？見てください。わかりました。馬レースね、泣きべそかきながらやって、やっと勝ててね、うえとか言いながらやっと勝てたのが、見て。まあもちろん、属性は違います。炎と、これ何でしたっけ、この黄色いの。何かこれくっつくやつだよね。粘着か。粘着ですよね。うん。属性の違いはありますよ、もちろん。でも、ダメージ、破砕のダメージ。30が36。で、切断ダメージ、66の88。え、これ、同じレジェンダリーなのっていうぐらい強いよね。ちょっとコイルが入ってるから多少ちょっとあれかもしれない。多分でも、破砕のダメージとか一緒のはずだから。やばくない？これ最大レベル。で、この数字が、左側の、例えば、破砕の30とか36ってあるでしょ？これが、ほとんど通常の、何もない部位に当たったところ、弱点でもなければ、普通の、柔らかいんじゃないな。弱点でもない部分に当たった時のダメージが、このダメージですよね、ほとんどね。うん。だから30が36ですよ。悪ですよね。しかも、店売り。まあ、店売りって言ってもクエストだけど、普通に、普通の今までのバーディーって一番前のレジェンダリー武器を集めようと思ったら、馬レースやったりね、遺跡を9箇所も回ったりとか、ほんと大変です。一つのクエストで、まあ、そっか、メインクエスト5個分だから、それなりにやっぱり、大変は大変だけど、これもしかして闘技場もあるのかな？闘技場絡むとウルトラハード無理だよね。マジか。ちょっとそれは後で考えますね。うん。そうだからね。もう、約店売りですよ。店売りでこの全部、今までのレジェンダリーが全部
かぶさるぐらいっていうのかな、かぶるぐらい強い。ただ属性が多少は違うからね、使い分けにはもちろんなると思います。だからね、メインストーリーをクリアしながらこの辺をね集めていくのが楽しそうだよね。うん、はい、で1個だけね交換できるから交換してみますね。一番ねダメージが良くてね気持ちいいのこれヒリブですね。はい、じゃこれそう、ちょっと装備はしない、ちょっと交換しました。はい、でこれをね比較しても知ってみます。まず所持品、フォージフォールだったよね。これ、やっぱりすごく強くて、使い勝手もいいんですけど。うん。これなんだっけ？プラズマだね。プラズマダメージだね。破砕が179。これコイルがあれ入っちゃってるから、ちょっと切断がわからないけど。うん。これだね。187、187。多分ね、このフォージの、切断も179だと思います。だから、単純に8ぐらいアップしてる。で、うん、そうだね。こっちは、うん、火災ばっかりかな。あと切断572とかあるけど、何これって感じだよね。じゃあこれを比較してみたいと思います。じゃあこれを装備だね。ここに入れようか。はい、まあ、普通のところに当たる分には、普通にね、179のフォージホールと、イリブ。ちょっと待って、イリブ、何でしたっけ？これか、イリブ。の、187の3、さあ、だから8しかってことないな。時差があります。だその差は普通にデータとして出るから、その子の数字がダメージになりますから、まあ、武器のレベルが上がれば上がるほどもちろん上がるしね。あと、相手の弱点だったらその分プラスアルファになるんだと思うんだけど。まず、じゃあこれ。もともとね、これフォージホールが強いからね。じゃあこれをまず使ってみるね。あ、で、スキルはね、あれ使ってます。あれって言ってもね、はい、これ。カリウドの、これ。パワーシュート。はい。レベル3、使ってます。でもすぐ切れちゃうんだよね。大丈夫かな。じゃ、まずフォージフォールね。これ。はい。使いました。どこ？この辺でいいかな。あ！ 516 とかすごいんですけど。こっちは。え？なんだったの今。クリティカル？なんだったなんか違ったよね。今ね、ダメージが全然違うんだけど。もちろん強いはずなんだけど、ね、待って、もう無理、無理無理。うわ、見て、672とか。あ、なんか強すぎだわ。ちょっと普通のデータ見よう。はい、普通のデータ見るね。もう取れてるもんね。あれだ。あ、これ、なんだよ。これ、あれじゃんか。チャージャーじゃなかったわ。え、どこ行っちゃった？チャージャーね。チャージャーはわかりやすいね。遠いな、大丈夫かな。え、俺じゃちょっと遠すぎたね。でね、187でしょ？これに対して、こっちはね、179になるから。待ってね。ちょっと逃げちゃダメよ。そんなにね、コントロール力いいんだから。ね、外れちゃうでしょ。ほら、外れちゃったんじゃないの？今。ね、179でしょ？このダメージのまま出ます。まあ、クリティカルはね、その何、1点何倍とかだと思うから、その分出るからね。やっぱり、その分のダメージ出るよね。それと、あと、うん。そうだな、属性だよね。今右の方に出てますけど、それに合わせた。組み合わせがやっぱり、6個の武器、装備できるじゃないですか。それをね、いかにこう、組み合わせで、使えるかっていう。まあ、もちろん、その属性の、あれも広がるよね。1,2,3,4,5,6 だよね。このね、これが、いろんな属性と合わせられるから。今とこっちがね、これ爆発でしたっけ？うん、こういう、炎とかね。バージョンは炎なんですよね。それが、今回の新しいのは、なんだったかな。ごめん、ちょっと今覚えてないな。うん。あ、粘着ですね。そういうのと。
合わせられるから。もちろん属性は1個だけだからね。あれね、この炎ね。こうやって。あれも死んじゃった。なんか炎弱点なの？いや、そんなことないよね。多分このチャージャーは雷弱点なの。どこ？雷なんてない。ほら、ね、今見て、パーティー見ても雷は私ないでしょ。で、こういうのを、他の武器でね、例えば、まあ、これのね、まあ、どっちかというと雑魚的な敵はどっちでもいいと思うんですけど、やっぱり強いね、敵の場合は、ある程度属性合わせた方がね、もちろん有利だからね、より早く倒せるかな。ちょっと逃げてきちゃった。はい。はい。こんな感じです。あ、待って、それ、いや、もう嫌だよ、当てないで。うん。あ、見て、いつの間にか私 HP700。そう、だから、見てください、あと、右上。10万だよ。経費っていう、経験値10万。確かね、49から50は半分ぐらいだよね。まぁ、ちょっと覚えてないけど。うん。これ。だから、まぁ、50を超えてるってことはもう60までは多分行くとは思うんですけどね。この辺も上げたいなと思うけど、まぁ、ストーリーをね、やっていくうちにどんどんね、もちろん上がるから、それで十分だとは思います。ただね、武器とか欲しいじゃないですか。やっぱり。いろんな組み合わせで使えるし、やっぱね、いろんな、レパートリーが増えるから、ほんと楽しいです。はい。ちょっと伝わったかな？まあ、私はね、ほんと楽しいです。ぜひね、皆さんもこれ、まあ、もうご存知の方も多いと思いますけど、はい。ぜひ、楽しんでみてください。はい。じゃあ、私は、また頑張ります。もっとね、腕がもともとあんまり、というか、これ慣れてないから、もう少し慣れて、ちょっとガチで頑張っていこうと思ってます。はい。じゃあまたです。バイバイ。